はいどうも、掛け軸塾の野村です。さあ、今回は、早分かり凝縮解説ということで、丸山応挙についてご紹介させていただきます。ということで、はい、分かってます。前もやりましたよ。つい最近やりましたよ。丸山応挙と思われる方、その通りなんですよ。つい最近ね、全6編にわたる4時間ぐらいの動画というので、出させていただきました。丸山応挙についてご紹介させていただきました。で、まあ、それをご覧になられた方からね、ご連絡を頂戴いたしまして、塾長いつもありがとうございます。動画を楽しく見させていただいてます。丸山応挙はね、すごい面白かったんですけども、4時間すごい、まあ、長かったので、それをちょっと復習するための、パッと見れる動画っていうのを作っていただけると非常にありがたいですっていう、まあ、リクエストを頂戴したんですね。で、まあまあ、それもそうかと。で、まあ、僕の動画って結構長いのが多いんですよ。岡倉天心もそうですし、葛飾北斎とかもね、だいたい3時間とか4時間とか、それぐらいの動画になっていってしまって、まあ、それはそれですごい魅力的で面白いですっていう声もいただくんですけども、まあ、それの反面、なかなかね、こう、やっぱそんだけ時間を取って動画を見てくださる方っていうのも少ないのかなとも思ったりもするんですね。文句を広げという意味で言うと、もうちょっと軽くまとめたサマリーの動画っていうのを出していった方がいいのかな。そうした方が、まあ、多くの方が、まあ、気軽に見やすくなるのかなと思って、ちょっと再構成をしてお届けしてみたいなと思いました。で、まあ、今後もね、そっちの方にちょっと重点を置いてみて反応見たいなと思うんですよ。で、まあ、コンパクトにまとめた触り的な動画で、反応が良かったらね、まあ、もっとどっぷりやってほしいとかそういうリクエストがあったら、今まで通りどっぷりとやった動画っていうのを出していきたいなとも思います。まあ、そうすることで短い動画を回転よくこうね、効率よく出していくことで、いろんな作家をね、紹介できると思うんですよ。そうすることで、まあ、日本美術とか掛け軸とかにもっと興味を持ってもらう人が増えていけば嬉しいなとも思いますので、今回の丸山応挙というのも、もう一回ね、まとめ直して早分かりバージョンでご紹介させていただきます。はい、まず丸山応挙なんですけど、ざっくりどんな人かっていうと、活躍したのが江戸時代の中期京都になります。当時の京都っていうのはめちゃめちゃ作家さんがいっぱいいたんですね。群雄割拠、まあ、もともと都ですからね。それはまあ芸術のね、芸術家がいっぱい育ってもおかしくないということで、丸山応挙以外にも例えば伊藤若冲とかね、これはもうすごい人気がある作家なんでご存知かなと思うんですけど、伊藤若冲とか、あとは池野大河とか与謝蕪村とか、まあ、蘇我松柏とか、長沢芦雪、松村五志と、まあ、挙げてったら、もうキリがないぐらい、めちゃめちゃね、ビッグネームの作家がいっぱいうごめいていた、群雄割拠状態だったんですけども、それらを全部抑えて圧倒的な人気を誇ってたのが、丸山応挙になります。まあ、京都画壇のキングといっても過言ではないぐらいね。なんか、平安人物史っていうランキング表があったんですけども、まあ、その京都の中で誰が一番人気かっていう、絵師部門とか書道家部門みたいな感じでね、いろいろあるんですけども、その画家部門の中で、その他、今挙げた作家に一度たりとも負けなかったのが、丸山応挙だったんですね。まあ、そんな人気の丸山応挙なんで、まあ、さぞかしね、生まれも育ちも良かったのかと思われるかもしれないんですけど、そうでもないんですよ。丸山応挙というのは農民の出です。だから別に加納派とか、土佐派とか、ああいうところの、英才教育を受けてきたような家系ではなくて、結構紆余曲折があって、まあ、成り上がっていったという、そういう風な作家になるので、どっちかというと、スーパー成り上がりなんですね。で、あともう一つ丸山応挙の特徴として挙げられるのが、写生という画風なんですね。写生の応挙って聞いたことないですかね。大体、丸山応挙を調べていくと、写生という言葉が出てくるんですけど、これ何かっていうと、まあ、写実的に描きますよ。リアルに描きますよということなんですけども、まあ今で考えたらね、リアルに描くって当たり前やと思うかもしれないですけども、当時はそうでもなかったんですよ。丸山応挙が出るまでは、よく芸術ってね、技術が大事なのか、それとも精神が大事なのかと、こう二元論っていうのは結構あるんですよ。例えば音楽とかでもね、早弾き、ロックの話でもね、早弾きがいいのかとかね、クラシックの線の、もう超絶技巧がいいのかとか、ね、すごい、まあテクニックはすごいっていう、これが素晴らしいんだっていう人もいれば、いやいや、技術だけでお前ら心こもってないやろ、俺は、技術なんかよりも3コードのロックのギターで、俺の魂の声を聞いてくれたらええんじゃって言って、こっちの方がええんだっていう人もいると。まあ二元論ね、技術がいいのか精神がいいのかというのは別に絵画だけじゃなくて芸術全般に影響にこうね、
論議されるようなお題なんですけども、この丸山王家の絵画のところでもまあそういうのがあったと。どっちかというと丸山王家が生まれる前までの絵画っていうのは精神的なものにすごく重きを置いた描写とか表現っていうのが尊ばれてた時代だったんですね。もちろん写実的なものがなかったかというとそんなことはないんですけど、どっちかというとそっちの方が重きを置かれてたんですけども、丸山王家が出るぐらいの時になってくると、まあ西洋の絵画とか東洋の中でも写実的な絵画とかっていうのが日本の中に入ってきて、丸山王家が影響を受けて、で自分の画風としてその写生的なものっていうのを作り上げるような形になったんですね。でそれがすごいセンセーショナルで迎え入れられて、王家の代名詞みたいな画風になって、明治時代大正時代というふうに受け継がれていく丸山四条派の画風の基礎になったよっていう、そういうふうな基礎礎を作ったのが丸山王家の画風になります。まあ、こんな丸山王家なんですけども、実際どんな生涯を歩んでったのかっていうのを見ていきたいなと思います。大きく分けて5つの時代に分かれます。修行時代、友情時代、三井時代、丸山派時代、集大成期という、この5つの時代ごとに丸山王家というのはどういうことをしてたのかっていうのを見ていくと分かりやすいかなと思うので、それらをご紹介させていただきます。はい、まず修行時代なんですけども、まあ、もともと生まれはね、丹波国という、京都の亀岡市、現在で言うと亀岡市のところで、1773年に生まれたんですね。で、さっきも言いました通り、農家の次男坊として生まれたんですよ。で、当時は、すごい、ちょっと飢饉が結構しっかりめな飢饉が起こってたんですね。その前年度、丸山王家が生まれる前年ぐらいに、享保の大飢饉やったと思うんですけど。で、結構苦しい中で、丸山王家が生まれましたよ。次男坊として生まれましたよと。で、まあ、苦しいから、よっしゃよっしゃ、働き手が生まれたということで、お父さんお母さん喜んだんですけども、丸山王家は残念ながら絵ばっかり描いてたの。絵が好きすぎて絵ばっかり描いてたので、全然畑とかの手伝い、農作業ってあんましなかったらしいですね。で、親からすると、いやめっちゃ苦しい中でただでさえしんどいのにお前次男坊として生まれたのになんで働かへんねんってちょっとイラッときてたと。で、そういう時によくあったのが食いぶちべらしって言って、家の中の食いぶちをちょっと奉公とかよそに出して、よそで働いてよそで食わしてもらいなさいよっていうことをして、自分たちの食いぶちを確保する、まあ、家の家庭の食いぶちを確保するっていう風な手法っていうのは結構日常茶飯事に行われてたんですよ。で、丸山王家も、まあ、次男坊やし、働かへんし、飢饉やしっていうことで、食いぶちべらしにしようということで、近所のお寺に出されるような形になります。そこは、まあ、金剛寺というお寺なんですけど、そこで、丸山王家というのは、親の目論みとしては出家してほしかったみたいなんですけども、残念ながらそのお寺でも、絵ばっかり描いてたので、こいつは坊主も無理やということで、もう好きにしろということで、10代半ばに、上京する形になります。で、ここで丸山王家が世話になったのが、大有屋っていう、まあ、おもちゃ屋さんやったんですね。まあ、おもちゃ屋さんって言っても、まあ、いろんなものを扱っておったんですね。まあ、雑貨屋さんみたいなイメージで考えていただいたらいいかなと思います。まあ、舶来のガラス細工とかね、まあ、人形とか、まあ、いろんな珍しいものを扱うようなお店が終わり屋だったと。ここで、まあ、働いてたんですね。で、この終わり屋さんの店主っていうのが結構ね、面倒見のいい人で、で、丸山王家の、まあ、絵ばっかり描いてるから、その絵を見て、まあまあ、実力あるなと、こいつは、なかなか、絵学ばしだったら面白くなるんちゃうかな、ということもあって、狩野派の作家の石田祐樹っていうのを丸山王家に紹介してみたりとかして、まあ、こういうのもあって、結構丸山王家っていうのは、この終わり屋時代でも勉強して、絵の実力っていうのをつけてたみたいなんですね。そうこうしている中で一つの転機が訪れるんですよ。この修行時代の一番のキーポイントっていうのが、メガネの制作ということになります。このメガネっていうのは何かっていうと、もともと西洋の絵画なんですけども、遠近法で描かれた絵があったんですね。で、それを特殊なレンズで、西洋の絵を見るとすごい立体的に見えるっていう、そういうふうな、まあ、遊びみたいなのがあったんですよ。で、まあ、今で言うと VR みたいな感じ。ゴーグルつけたら、なんかすごい異世界を見てるような感じになるっていうの、ご存知ありますかね。この場に立ってるんですけど、そのゴーグルつけると、なんか、工事現場の、ビルのめっちゃ高いところの鉄塔の先っぽに、こんな風になりながらおるような感覚になるみたいな、そういう風なのが VR のゴーグルなんですけども、それのもっと原始的なバージョンがこのメガネやったんですよ。で、そのメガネっていうのが、まあ、舶来品とかを周り屋さん扱ってたので、まあ、届いたと。当時は西洋の絵画ばっかり、風景ばっかりだったので、やっぱ日本の絵欲しいね、京都の絵欲しいね、みたいなリクエストがあって、王家に、まあ、聞いてみたんですね。まあ、描けるか、みたいな感じで聞いたら、まあ、王家がやってみますっていうことで、そこから王家っていうのは、京都の風景バージョンのメガネっていうのをどんどん制作していくような形になります。
で、そこでまあ西洋の遠近法というのを勉強して、学ぶような吸収していくような形になって、実力をつけたというふうに言われております。で、まあ、西洋のその写実的に描く、まあ、遠近法とかの技法というのはこのメガネで学んだんですけども、東洋の写実的な絵画の描き方っていうのも、王家っていうのは学びます。当時王家が生まれた時ぐらいに新南品っていう中国の画家さんが、長崎に渡ってきたんですね。で、その中国から渡ってきた新南品っていう画家はすごい写実的な花鳥画を描く作家さん画家さんやって、それがすごい日本では注目を浴びたんですね。もう珍しいなんやこれはみたいな感じで、こんな描き方あんのかみたいな感じで、みんな習いに行ったりとかして、で、まあ、新南品自体はその何年後か2年2、3年後に変えちゃったんですけど、そこで弟子になった人を中心に、日本全国でこの新南品の、描き方っていうのが、伝播していく形になったんです。南品派っていうんですけども、それがこう伝播していく中で、丸山王家のいる京都にもその新南品の画風っていうのが、伝わって、丸山王家というのはそこで中国の写生画というのを勉強するようになったと。だから西洋の画風っていうのはメガネで培って、中国のその写生画っていうのは、新南品を中心にここで勉強しましたよという、これがまあ修行時代の主な、丸山王家の流れになります。で、こう修行してて、まあそこそこね、やっぱ人気があったというか有名だったんですけども、当時やっぱ群雄割拠状態だったんで、王家のライバルっていうのもね、ボンボンこう成功事例をいっぱい出すわけなんですよね。ライバルがやっぱ成功してるとちょっと焦りますよね。で、まあ一番有名なのはね、伊藤若冲がね、この頃全盛期だったんですよ。この修行時代全盛期やって、まあ結構大きな仕事をするんですよ。香川県の琴平宮って、コンピラさんでご存知ありますかね。そのコンピラさんの琴平宮っていう神社に、代表作を描いてみたり、聖国寺のお寺、まあ聖国寺と京都にあるお寺なんですけど、そこにまあ自分の動植祭絵という二十何幅画の、作品を支援して、まあ展示会してみたりみたいなね、結構大きい仕事をしてたので、まあライバルの王家としてはやっぱ心中穏やかじゃなかったと。まあ若冲の方が王家よりも15年ぐらい年上なんかな。なのでちょっと先輩になるんですけども、やっぱりね、先輩といえども、活躍してるのはやっぱり許せなかったと思うんですよ。で、まあ伊藤若冲っていうのはその聖国寺の大天和尚っていうのとすごいつながりがあって、まあアッパーの人たちのつながりが多かったんですね。絵描きっていうのはやっぱりパトロンがいてなんぼっていうところがあるんですよ。パトロンに引き上げられて、いろんな活躍の場を与えられて、まあね、資金とかの援助とかも受けて、どんどん花開いていくっていう側面がどうしてもねあるので、伊藤若冲っていうのはその大天和尚にすごくこうつながりを持ってたので活躍してたんですけど、丸山王家というのはまた駆け出しの状態なので、そのアッパーの人たちのつながりというのはなかったので、やっぱね、そう心中穏やかじゃなかったと思うんですよ。くそ、伊藤若冲ね、さすが俺のライバルだけのことはあるわ。ああ、でもええな、お前はアッパーの人たちと繋がってて、俺大天和尚と繋がっててええな。俺もそういう風な繋がりさえあればもっと花開けるのに、くそーって思ってる中で、丸山王家に、アッパーの人たちの繋がりっていうのができる形になります。そんなうまい話あると思うかもしれないですけど、できたんですよ。そこで繋がりを持ったのが、円満院友情というお坊さんやったんですね。まあ、ここから、王家の友情時代というのがスタートします。で、この円満院友情さんっていうのはどういう人かというと、スーパーボンボンやったんですよ。スーパーボンボン。いや、ほんまにスーパーボンボンで。生まれが、二条家って、もう名前、名字聞いただけで、二条家って聞いたらなんか良さそうに思いません？そうなんですよ。公家の中で、貴族の中で五世家っていう、まあ、名家っていうのがあるんですね。五大勢力みたいな、ビッグファイブみたいなのがあって、近衛家、高塚家、九条家、二条家、一条家か。大体ね、この五家の名字のついてる人と出会ったら、あ、なんか凄そうだなってみたいな感じで思いません？高塚家さんとか言うたら、なんか、サラリーマン金太郎みたいなね、なんか良さそうなところみたいな感じで思うかもしれないですけど、まあ、そんな名門の一つ、二条家、県に生まれたのが円満院友情さんで、お父さんが右大臣になります。で、おじいちゃんが関白になります。で、お姉ちゃんが天皇の嫁犯になりますってことね。もうその、どれ一つ取ってもすごくねみたいな。もう知り合いにいます？こんな人。いや、俺おじいちゃん関白やねんとか言う人います？いたらすごいですよね。まあそんなところに生まれたのが円満院友情さんやったんですね。だからまあ、だいたいいい家系のボンボンで生まれて、教養もいっぱいあったっていうお坊さんやったんですよ。まあ、出家して、お寺のお坊さんにはなってますけども、もともとの出は良かったと。まあこんな人がいたんですね。で、この円満院友情と丸山王家がどういうふうに繋がったのかっていうと、この円満院友情っていうのは、まあ、
ちょっとやりたいことがあったんですよ。で、それのためには絵描きが必要だということで絵描きを探してたんですね。で、その中でまあお姉ちゃんに相談したと思うんですよ。まあお姉ちゃん天皇の嫁はんなので、なんかまあまあまあなんか言うこと聞いてくれるかなみたいな感じで相談して、なんかいい絵描きおらへんから姉ちゃんって言ったら、まあまあ、ならちょっと天皇、私天皇の嫁はんやから天皇に聞いてみたるわ、言って、ねえねえあなたちょっとうちの弟がさ、あの絵描きを探してるらしいんだけど、なんかいい絵描きおらへんかなってこう天皇に聞いたと。なら、ちょうどね、あの、その天皇の妹が、住職をするお寺があるんですけども、そのお寺に出入りの業者っていうのがいたんですよ。その出入りの業者っていうのが終わり屋やったんですね。だからこのお寺に、まあ、人形なり何なりをこう納品しとった、ビードロかなんか、ガラス細工かなんか納品しとった、その納品する役目が丸山大奥やったんですよ。あの、まあ、雇われとるからね。ということで、ここにまあ入っとったのが丸山王家で、天皇もそのことを何かで聞いとったかもしれないと。で、絵描き探したのが、そういや、なんか妹のところに出入りしてるなんか絵描きがおんねんけども、それはなんか京都でそれなりに知名度がある絵描きらしいから、ちょっと絵描き探しとんやったら、その妹に聞いてみたるわ。っていう流れで、なあなあなあ、妹、お前のところになんか出入りしてる絵描きってなんかおったよな。あの、京都でそれなりに有名やった絵描きっておったよな。ちょうど俺の嫁さんの弟が絵描きを探してるらしいねんけど、今度紹介してくれへんかみたいな流れで、こう繋がっていったんじゃないかというところなんですね。なるほどなと。それで、まあまあ、円満遊女というのは丸山王家と繋がりを持ったという形ですよ。ここで掴みましたよ。ボンボンを掴みましたよ。いいパトロン掴みましたよ。ファーストパトロン、最初代パトロンが、ここで掴まりましたよっていうのが円満遊女時代のスタートだったんですね。円満遊女さんのやりたかったこと、夢っていうのは何なのかっていうと、あの、植物の記録をしたかったんですよ。植物の絵を描いてほしかったという。なんでそんなことしたかったのっていうと、当時っていうのは科学的な記録っていうのはすごいブームだったんですよ。例えば、解剖学でいうと解体新書とかあったじゃないですか。まあ、医学のこうリアル、よりリアルに写していくみたいな、そういうふうなのが、まあ、西洋の学問とかが入ってきてたりしたり、まあ、中国でもそういうふうな学問が流行ってきたりっていうので、まあ、植物でいうと本草学っていうのが、すごい主流で発ったんですね。まあ、本草学何かっていうと、まあ、植物の記録データベースを作っていくと、まあ、A という草と B という植物を足して、それと C という薬剤ができますよと。で、これは D という病気に効きますよみたいな、そういうふうなデータベースを作るために、その A という植物と B という植物の、なんか特徴とかを書いていくデータベースが欲しいなって、それが、そういうふうな学問意識を本草学っていうんですけども、そういうなのに、円満遊女っていうのはすごい興味があったと。で、円満遊女さんも字での記録は得意やったんですよ。で、まあ、絵もちょっとは書くんですけど、自分の画力じゃその植物をきれいに写せへんなということで、リアルに描けるこう絵描きさんっておらへんかな、なんか西洋画の図鑑みたいな感じであんな風に描いている絵を描ける人おらへんかなということで絵描きを探してたと。で、ちょうど丸山王家が見つかったので、王家さんちょっと来てこれ西洋の図鑑って言うんやけどな、ここにね植物いっぱい描いてるやろ、リアルに描いてるやろ、こういう風にな、あの、見たまんまの、あの、精神的なものじゃなくてちゃんとリアルに描いたものっていうのが今後重要になってくると思うから、わしこれの一大こう資料っていうのを作りたいんや、図鑑みたいなのを作りたいから、大奥さんあんた写生で、練習してこう植物とかをもっとリアルに描けるように練習してってほしいんやわっていう依頼がいって、そっから大奥っていうのは写生に目覚めていく形になったんですね。だから、まあ簡単に言うと、円満遊女の無茶ぶりからスタートっていう形になります。円満遊女の無茶ぶりで、写生というものにハマっていく形になります。まあそれはボンボンやからね、言うこと聞かんとしゃあないからね、パトロンの言うことは聞かんとしゃあない、力関係全然違うからっていうところで、王家というのは写生にハマっていく形になります。で、ここでね、すごいやっぱ王家というのは常に懐に写生帳ノートを持って、断るごとにこう描いていく、あの、植物とかを写し取っていくということをするようになって、ここから画力っていうのはメキ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 上がっていくような形になります。で、その時の写生帳っていうのが、まあ、後年、まあ、別に出版するような目的じゃなかったんで、あれですけど、後年残ってるんですね。で、それを今見返してみても、やっぱり王家の画力っていうのすごい高いんだなっていうのがよくわかります。で、まあ、結構いろんなものを書いてるんですけど、特に昆虫の描写っていうのはすごい細かく書いてます。これも代表的かなと思うので、見る価値があるかなと思います。で、まあ、王家のその写生画の、まあ、傑作って言われてるのが、ボタンクジャクズという作品になります。まあ、言うたら王家の写生って、まあ、王家からしたらメモみたいなもんなんですけども、それを、あの、自分の本が本、あの、本格的な作品に、どう転換していくかっていうのの、最高傑作。だから、図から絵になる転換点になった作品っていうのが、このボタンクジャクズという作品になります。
で、王家の作品っていうのを、まあ、写生リアルに書いてるんですけども、リアルと、全部リアルかっていったらそういうわけでもなくて、リアルな部分はすごいリアルなんですけど、それと、東洋画の、まあ、精神的なものを、こう、重視していった描写っていうのをうまくミックスさせて、ただリアルっていうわけじゃなくて、それを超えたところのなんか、深い、精神的な鑑賞者に訴えかけてなんか想像させるような描き方作品というのが王家の写生画の特徴かなというところですね。写生の向こう側みたいな画境にこう踏み入れたのが王家の写生なんですけども、まあそれの端的に表しているのがこのボタンクジャクズという形になります。で、円満雄二さんの次のやりたいことっていうのが人能教の絵画家っていうことで、まあ円満雄二さんってお坊さんなんだね。仏教の力を使って民衆とかをちょっと救いたいなと思っている中で、ちょうど人能教というお経があるんですよ、仏教に。で、そこに、なんか7つのなんか毒でもない世界と、7つの幸せの世界みたいなのがなんかあるらしい、書いてるらしいですね。まあ極楽と地獄みたいな、その世界観をなんとか民衆に伝えたいなと思うんですけども、あの文字で伝えようと思っても難しいと。だから絵にした方がビジュアルって大事やからね。絵にしたら多分読み書きできない民衆とかにも伝えられるんじゃないかなと思うけど、その世界観を絵にするのっていうのは相当難しいということやったんですね。まあ円満雄二さんも絵をちょっとはね書くんですけど、自分の画力では絶対無理だ、こんな、ね、想像上のものをリアルに描くことなんて難しいということで、どっか絵描けおらへんかなということで、白羽の矢だったのが丸山王家だったんですよ。で、丸山王家にこの人能教のこの7つのろくでもない世界と7つの幸福の世界を、絵画化して描いてくれって頼んで、出来上がったのが、まあ、七難七不図鑑っていう巻物になります。これも結構ね、丸山王家苦労したみたいですよ。3年ぐらいかけていろんな取材をしたりです。特に、難の方を描くのがめっちゃ難しかったみたいで、処刑場とか行ってね、人がどう、なんか処刑されるのとかを、スケッチしたりとかして勉強して描いたというふうに言われても、結構苦労作が七難七福図鑑になります。で、次の円満雄二さんの、願いっていうのが、庭に滝が欲しいということでね、円満にはなんか滝がなかったらしいの。庭はすごいに、いい庭なんですけど、滝がないことを、雄二さんすごい憂いとったみたいで、大家さん、この寺にはな、滝がないやろ。だ滝が感じれるような、絵を描いて欲しいみたいな。結構また無茶ぶりが。円満雄二さん、大体無茶ぶりを大家にするんやなっていうところなんですけど、まあ、円満雄二さんの無茶ぶりによって生まれたのが、大爆仏という、作品になります。これね、縦で作品の長さだけで3メートル以上あるというのはクソバカでかい滝なんですよ。それがまあ作品にとってなんか庭にかけて、円満雄二さんはおお滝ができた、よかったよかったって喜んどったというふうに言われております。何をしとんねんって話ですけども、まあこういうふうなので、傑作がまた生まれましたよ、代表作が生まれましたよということになります。ただこの大爆仏ができた翌年に、残念ながら円満雄二さんっていうのは亡くなってしまいますということで、初代パトロンが没してしまって、王家どうすんねんってなった時に、セカンドパトロンができます。そんなうまい話、どんなバトンタッチうまいことスムーズにいっとんねんって話なんですけども、2代目の、パトロンが生まれます。次の王家のパトロンになったのが、京都の新興勢力商人なんですね。まあ、代表的なのが三井家。今でも三井って名前の付く大企業っていっぱいあるじゃないですか。三井物産とか、三井住友銀行とかもそうなんのかな。まあ、そんな財閥の、一番最初がここにできたんだよ。ということで、それらを含む京都の新興勢力商人が、王家のパトロンになります。で、なんで新興勢力商人が王家のパトロンになったかっていうと、この新興勢力商人っていうのは、まあ、言うたら、ポットでなんですね。まあ、新興勢力だからそうなんですけども。で、京都に、根を張ってる人たちじゃなくて、どっちかというと地方の人たちが多かったんですよ。近江とか、三重県とかそういうところで成り上がった、商人が、まあ、京都にこう名乗りを上げたと、ニューカマーみたいな感じで、京都に行ったんですけども、こういう人たちっていうのは京都の伝統に根付いてない人たちだったんですね。まあ、オールドタイプの商人っていうのは京都でずっと生きてきて、な代々こう京都でね生活して商売してるので、いろんな雅な感覚とかいろんな教養的なものを理解するバックグラウンドがあったんですけども、そういう人たちっていうのはそういうバックグラウンドがないんで、まあ言うたら真っ赤の状態、真っ白何色にでも染まるっていうぐらいの、悪く言うと教養がなかったので、何がいいかもよくわからへんなっていうような、真っ赤の状態の人たちにとって、王家の写生っていうのはめちゃめちゃわかりやすかったんですね。やっぱリアルって強いんですよ。ね。
リアル、ね、みんなそんなことないですか？写実的な絵、リアルってすげえ、リアルな絵すげえみたいな感じで思いません？これめっちゃ生き生きしてるなーってね。やっぱりね、最初はみんな写生にはまるんですよね。ただ、どんどん芸術のことを分かってて、絵っていうのをどんどん見ていくと、写生以外にもいろんな面白い絵があるんだなとか、ああ、こういう楽しみ方が絵にはあるのかって分かってくるんですけども、やっぱり入りは、写生っていうのが、とっつきやすいですね。ということで、京都の新興勢力商人、マッパの人たち、まあ、ね、教養何もないよという人たちにとって、王家の絵というのはすごい写生的で分かりやすいね。こいつの絵が一番ええやんけ、ということで、どんどん王家にこう人気がいったと。新興勢力商人の支えを受けるようになって、王家というのはどんどん京都でも人気を博しましたよということになったんですね。これがセカンドパトロンになります。で、そういう、こう、金持ってる人たちがどんどん発注するものといえばね、こんまいもんじゃなくて、大型のものになっていくんですね。自分たちの、まあ、富のね、こう、献上したいみたいな感じで、ね、俺金持ってんだぜ、へっへっへ、みたいなね、そういうのをなりきんじゃないですけども、出してみたいということで、受注がどんどん大型化していく形になります。なので、今まで、まあ、もちろん今までの掛け軸とか、ちっちゃい巻物とかもね、書くんですけれども、それ以外に、屏風への制作が多くなっていきます。代表的なのが、雲龍図屏風っていう作品ですね。まあ、龍がこう左右の屏風で、2匹こう描かれてるんですけれども、ものすごいあの迫力のある、躍動感のある、雲龍図屏風になります。まあ、王家の龍の、王家って結構龍の作品を描いてるんですけれども、王家の龍の作品の中では僕はこの雲龍図屏風が一番好きだなと思います。とか、武竹風竹図屏風と藤花図屏風っていうのも描いたりします。これは両方とも重要文化財になります。で、この両方とも重要文化財なのを、この同じ年に1年で2個重要文化財を描いたという、もうノリに乗ってる時期やったんですけど、まあこれが描かれましたよと。で、武竹風竹図屏風というのは、あの、墨で描いた、竹の絵なんですけども、雨も風も描いてないんですけども、雨も風も感じることができる、竹の描写っていうのがすごく特徴的な作品になります。まあこれは、本編の方でね、すごく詳しく解説しているので、よかったらそちらを見てください。藤原図屏風というのは、この武竹風竹図屏風が、墨で描かれているのに対して、彩色で描かれているのが藤原図屏風ということで、これは富士の花と富士の幹のコントラストが、いろんなコントラストがあって面白いねっていうのを解説しているので、よかったら本編の方をご覧ください。で、ちょっと時代は、前後するんですけども、この時期ぐらいに、雪松図屏風という王家の代表作も描かれる形になります。本当はね、もうちょっとこっちの丸山派時代の方時ぐらいに描かれてる作品なんですけど、まあ、こっちにまとめちゃいますね。雪松図屏風っていうのも描かれます。王家の作品の中で唯一の国宝なのが、この雪松図屏風なんですけども、めちゃめちゃハイクオリティで、めちゃめちゃ面白くて、めちゃめちゃ綺麗ですから。もうこれを見ずして、王家を語るべからずみたいなね、そんな作品なので、これも本編の方でご紹介しているので、よかったらそちらをご覧ください。まあこういうふうに三井家を代表とする京都の新興勢力商人の、まあ、バックアップがあって、丸山王家というのはどんどん実力をつけていって、まあ人気も博していって、京都の上り流状態になっていったんですよね。もうここでもう人気絶頂みたいな感じになっていって、どんどん勢力も拡大していくという形になって、次が丸山派時代になります。これは何かっていうと、王家の名声が高まれば高まるほど、弟子がどんどん寄ってくる形になるんですね。やっぱ、まあ、可能派に学ぶでもいいし、土佐派に学ぶでもいいんですけども、やっぱそれは、なんかエリートでしょ、名門でしょ、みたいな感じで、それよりも丸山王家っていうのは、農民の出たぜ、俺たちと一緒の境遇から成り上がってって、ここまで今来てるんだぜ、やっぱり俺は先生についていきたい、みたいな感じでね、やっぱいろんな弟子がこう、寄ってくるんですよ。で、丸山王家ってね、多分ですけども、性格も良かった。うん。いろんな話をこうね、総括していくと、人物像っていうのはなんとなく感じる部分があるんですけども、多分性格も良くて真面目やって、で、弟子たちに対する面倒見も良かったんちゃうかなっていうところで、いろんな弟子が入ってって、一つの工房化するんですね。丸山軍団みたいな感じで、大きな勢力になると。で、これっていうのはめちゃめちゃ重要なことなんですよ。なんでかというと、大きくなる軍団を統率することができれば、より大きな仕事っていうのを受けることができるんですよ。まあ、屏風とかやったらね、まあ、自分一人で描くことはできるんですけども、例えば、お寺の障壁画を描いてほしいとかね、公家さんの屋敷の障壁画、襖絵をいっぱい描いてほしいとかなってくると、描く範囲がめっちゃ広いじゃないですか。一部屋、二部屋の話じゃなくて、もう何部屋の襖を何面もずーって描かなあかんってなったら、一人ではちょっととてもじゃないけどできないんですよ。
という中で、軍団になってると分業ができるじゃないですか。自分、もちろんそれをちゃんと統率しとかなきゃダメですよ。自分の画風をちゃんとこう教えて、こいつなら俺の画風をちゃんと引き継いで、俺の言った通り書けるから、まあ、こいつと、こいつと、こいつと、4人でやったらこの一室は、3日ぐらいで書けるな、みたいな三段が立つんですね。ということで、大きな障壁画をどん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 受注することができると。弟子の数イコール、軍団の数イコール、仕事の受注力になってくるわけなんですよ。ということで、どん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 ここから応挙というのは障壁画の受注というのを受ける時代に入っていきます。それが、障壁画時代ということでチーム戦になってくるんですね。で、受けた仕事っていうのが代表的なのが、さっきも出ましたけど香川県の琴平宮と、兵庫県の大乗寺というお寺、この2つの仕事っていうのが応挙のこの障壁画時代の代表的な仕事になります。琴平宮っていうのは、さっきの伊藤若冲とは違う建物になるんですけど、結構そこにも、4部屋ぐらいに作品を残すような形になるんですけど、これもまあ本編の方で詳しく紹介しているので、よかったらそちらをご覧になってください。まあ、この作品を残したのと、それよりも大乗、兵庫県の大乗寺というのはもうちょっと大掛かりな仕事になります。応挙だけではなくて、応挙一門を率いて、お寺全体の部屋に、作品を全部残すみたいなね、埋め尽くすみたいな、だから100何点ぐらい重要文化財があるんですけど、ほとんどがこの時に描かれたものっていうことでね、応挙の仕事を代表するのがこの大乗寺と言っても過言ではない、まあ応挙ミュージアム、応挙美術館と言っても過言ではないかなというのがこの大乗寺になります。だから、応挙だけじゃなくて応挙の十人弟子っていうのがいるんですけども、大門実徹っていう、それらの作品とか、まあそれ以外の応挙の弟子とかの作品っていうのもたくさん残ってるのがこの大乗寺になります。で、こんな琴平宮とか大乗寺とかっていう大きな仕事をしている最中途中なんですけども、一つ大きなアクシデントが起こってしまいます。それが何かっていうと、天明の大火の改新になって、違う、ごめんなさい、字間違えてますね、火の方です、大火の火事だとね、天明の大火が起こります。これめちゃめちゃでかい火事やったんですね。京都で起こったんですけども、京都の市街の8割焼けたっていうね、8割ほとんど焼けとるやないかということなんですけど、そんなでっかい火事が起こったよと。で、当然御所も焼けてしまったし、二条城も焼けてしまったし、京都諸子台も焼けてしまったしということで、めちゃめちゃほとんどのものがね、焼けちゃった。京都市場類、他に類を見ないぐらいの、かなりでかい、火事が起こっちゃったと。で、当然、応挙のアトリエとか家とかも焼けちゃって、この大乗寺の作品で、松に孔雀っていう作品があるんですけども、それを最後仕上げてるところで一応出来上がっとったらしいんですけど、ちょうど出来上がるかどうかぐらいの時に、天明の大火が起こって、それ燃えちゃったらしいんですね。なので、大乗寺の、松に孔雀って今現在はあるんですけども、それは一回燃えた後、もう一回書き直した二回目の作品になるということで、そういう、舞台裏があるんですけども、そういう風な感じで、王家の作品もここで燃えちゃって、家もなくなっちゃったんで、王家どうすんねんっていうところで、ちょっとね、地元に一回戻るような形になります。金剛寺っていう、王家が最初修行してたところのお寺に戻って、ちょっと、再起を狙ってたんですね。英気を養って、復活の時を狙ってたと。なら、そのタイミングが来たんですよ。来るんかいっていうね。そんなええこと、うまいことあるんかっていう感じなんですけども、復活のタイミングが来ました。それが、京都御所の、造営だったんですね。言うたら、京都御所燃えちゃったよって言ったら、もう一回建て直さなあかんねっていうことで、その建て直すのにあたって、もう一回装飾とかをいろいろせなあかんなということで、じゃあその装飾の、誰にやらすっていうのに、丸山王家の一派が、丸山派が、選ばれたんですよ。もちろん京都で活躍している加納派、京加納っていう京都の加納派とか、土佐派っていうのはもちろん御所の、お抱え師としてね、ずっとやってたので、その二つは、ノミネートされるのはもちろんわかるんですけども、それに並んで、丸山派が並んで選ばれたということで、これすごくないですか。言うたらもう土佐派とか加納派に、こう自分たちの実力が認められた、同じレベル扱いを受けたっていう一番の晴れ舞台やったのがこの京都御所の復活メンバーにノミネートなんですね。だ今までもね、いろいろありましたけども、苦労もあって、いろいろ浮き沈みもあって、で、ここ天明の大火でどうすんねんって一番どん底があったけど、そっからの復活の舞台が一番の最高の栄誉の舞台だったということなんですね。
残念ながらね、この京都御所復活で、造営したんですけど、また火事で燃えたっていうね。もう何回火事で燃えんねんだよ。もう結構ね、この京都御所ほんま燃えるんですよ。江戸時代何回 も燃えては作って、燃えては作ってって繰り返してたみたいなんですけど、今回のこの京都御所も、せっかく作ったんですけど、また燃えたということで、もうちょっと学習してほしいなと思うんですけど、まあ、ここでね、王家というのはもう確固たる栄光の舞台を手に入れて、復活を果たしたんですけど、ですけども残念ながらね、王家はここで、病気になります。まあ、結構ええ年でね、この時の江戸時代っていうのはやっぱみんなそう言うても、今みたいにね80年90年生きますよっていう時代じゃなくて、大体平均寿命50歳ぐらいだって言われてる中でね、王家というのをもうええ年になってきたので、やっぱ病気になってきたと。なんか足が結構弱かったのと、目が結構やばかったので、眼病っていうのを患ってたので、まあ、あんま目が見にくくなってたよっていう病気になってしまったと。で、まあ、心労がたたったんかもしれないですね。天命の大火があって疲れました。どうすんねんってなってる時に、晴れの舞台で、まあ、御所の、絵描くぜってなったんですけども、やっぱ、相当なプレッシャーやったと思うんですね。そんな晴れの舞台やけど、やっぱ緊張するわ、みたいな感じで、ね、弟子の統率もせなあかんし、で、一問全員で俺やって描くけど、弟子がなんか、そうそうやらかしたらね、えらいこっちゃということで、結構ピリピリ来とったっていうのもあって、それらも全部たたって病気になっちゃったよ、というところで、まあ、弟子たちはね、まあ、先生ちょっとゆっくり出さってくださいと、ね、言ってても、いやいやわしの病気のことやから、わしはよくわかる、このままでわし寝とったらもう死んでもんかもしれん、そんなわしはもう死んでも、そんなんで死んだら死んでも死にきれへんから、一点でも多くの仕事を残すんや、わしの仕事をするんだ、お前らはわしをサポートせえみたいな感じで、不屈の闘志で立ち上がって、残りの作品を描き出すということで、宿題をね完成させたんですね。琴平宮も大乗寺も、の作品がちょっとやっぱ途中で終わってたんですよ。天命大火によって、中途半端に終わってたのを、完成させるということで、よかったねということで、じゃあ先生ゆっくり、もうゆっくり休んでくださいって言ってたんですけども、バカ言いなさい、もう最後までわしは絵を描いて筆を持ったまま死ぬぐらいの覚悟で生きるんだみたいな感じで、最後に、傑作をまた残すという形で、保津川図屏風という作品を、亡くなる1ヶ月前に完成させます。これが絶筆と言われておりますね。保津川っていうのは、京都の保津川っていうのがあるんですけども、嵐山のところにあるね、保津川下りで、川下りがすごい有名な川なんですけども、左右の屏風でその並べて真ん中に座ると、その保津川を下ってるような感覚を、味わえるというような、作品になります。これをまあ残した、1ヶ月後に1795年に没するという形になります。はい、いかがだったでしょうか。丸山王家の生涯っていうのをざっとねご紹介させていただきましたけども、まあそれぞれの時代でね、いろんな特色、変わった特色があるので面白いかなんで、どうとってもね、見応えがあるかなとも思いますので、これを見た上で、丸山王家の、本編気になる方は、こちらの動画をご覧になっていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルでは今回のように日本美術やそれに関する様々な情報を発信しております。今後は今回のように早分かり凝縮バージョンに重点を置いて、どんどん数を出していきたいなと思います。でそこでまあ反応が良かったり、いろいろリクエストがあったら、今までと同じような濃いバージョンっていうのを、ご紹介させていただこうと思いますので、ぜひねリクエストなり、意見なりなんか頂戴いただけるとありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。ではまた。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。